こんにちは、紹介者です。今回はこんなものをご紹介したいと思います。お店でたまたま見つけたものなんですけれども、その名も、超絶合体、駄菓子。駄菓子の神様と書いて、駄菓子。ね。の、うまい棒。あのうまい棒ですよ。うまい棒ロボのチーズ味と、明太味。上野の山城屋に行った時にね、たまたま店頭で見つけて、つい買ってしまいました。一つ800円台だったかな。そんなに高くなかったと思います。で、あのうまい棒が、ロボットに変形ということで、もうロボット姿で、パッケージされてますけれども、うまい棒がロボットに変形するっていうおもちゃね。で、駄菓子は、あらゆる駄菓子に、命を与えてロボット化させてしまう別の宇宙から来たエネルギーじゃ丸。誰これ？丸か博士っていうんだね。で、なんとですね、これ、ただ2種類あるだけではなくて、ここにですね、書いてあるんですが、明太味と合体できるぞって書いてあるのね。こっち、チーズ味と合体できるぞって書いてあって、なんと、単体で、うまい棒からロボットに変形するだけじゃなく、二体合体までできてしまうと。パッケージ裏面を見てみましょう。あったかな。はい。こんな感じで、変形と、ほら、見てください。チーズと明太が合体してというか、一回バラして、こう合体させると、こんな、すごいなんかロボットにね、合体することができると。そんな素晴らしい、ギミックを持った今回はこちらの2種類ご紹介したいと思います。じゃあまずはね、開封しましょう。まずはうまい棒ロボのチーズ味です。テープも何も貼ってないんだねはい、こんな感じで、ロボットが入っているだけですかね。取扱説明書とかは特に入ってないですね。裏面を見て、変形してくれということで、しかも二体合体の方は、詳細ホームページを見てねということで、細かくは載ってないんですね。はい。ということで、おー。すごいなー。まあ、パッケージから開けると、まあ、ロボットがもう完成している状態と。まあ、やっぱりうまい棒の側が、手足になってますので、まあ、結構ね、うまい。側面から見ると、まあ、うまい棒そのままって感じですけれども、はい。頭とか、ねえ、こんな感じですね。まあ、胸部にもうまい棒のね、このキャラクターが、デザインされて、これなんて言うんだろうね、この子。はい。ですね。で、関節についても肩関節とか、まあ、自由、そこまで動かないですけどね、ボールジョイントとかではないので、こういう横方向のみの、可動ですね。あ、ボールジョイントのとこもありますね。ここ、こことか、ね。あとここですね。はい。もう膝的な関節とか、あと足の付け根は横方向で、ここも、で、ここも一応動きますかね。足首もこんな感じで左右に動いて、ここがボールジョイントになってますね。手首も変形の都合で、まあ、動きますからね。頭もこんな感じで動かすことできますね。ボールジョイントになってますね。両腕がすごいボリュームですからね。はい、シルエットもなかなか面白いですね。はい、裏から見るとこんな感じ。まあ、結構スカスカ感はありますね。はい。結構面白い。片足でもバランスよく立たせることができますね。はい。じゃあもう一つの、紫のね、明太味の方、こちらも開けてみましょう。なんか、パッケージさ、開ける前から下にずり落ちてるんだよね。ちゃんとハマってないっていう。はい。意外と色違い、ただの色違いかなと思いきや、デザインが結構全然違うんですよね。の顔とかも、そら、ほら、顔とかも、全然違うし、もう足のか、もう手足の形も、あ、胴体ももう全部違いますね。
これも、ここの、こっちはね、ここの肩の付け根がボールジョイントになってますね。はい。で、ほら、顔は、こんな感じで横長の、顔ですね。ちょっと悪そうな顔してます。で、ちょっとくびれがね、いい感じですよね。腰のね。で、細い足。で、足の形も、こんな感じ。こう2本出てる感じですね、片側。うん、で、手が、これはどういう位置に来るのが正しい？あ、伸ばすんだね。これを伸ばす。写真を見ると、ちょっと広げているのかな？ちょっとなんか肩が、緩いね。こんな感じですかね。この写真を見ると、まあ、こんな感じで、ちょっと肩を上げつつ、みたいな。これは首が動きますね。横とか、上下。こうやって下向いたりとか。後ろから見ると、こんな感じです。じゃあこのロボット形態をうまい棒形態に変形してみましょう。まずは腕を内側に折りたたみます。で、胴体を、上に、胸をね、上に引き上げると、おぉ、顔が隠れて、で、腕を、こうか。こんな感じで上の方にこう左右合わせると、ほっ、あ、はまったよ。左右の足を90度外側に回したら、つま先を伸ばして、よいしょ。つま先を伸ばして、こうして、こう。こうかな。なるほど。で、こうだな。これをパチンとはめ、れば、おー、すげえ、すごい、うまい棒だ。サイズ感も結構バッチリなんじゃない？これ、1分の1かな？どうだろう、手元にちょっとうまい棒ないからわかんないけど、多分ねこれぐらいの大きさだと思うんだよね。うん、やっぱ線とかがこうあるから。いかにも変形しそうな、まあ、プラスチック感はやっぱりあるんだけど、いやーでも、遠くにあったらわかんないかもね、ほら。わかるか。いやー、なかなかよくできてると思います。ここも、なんか、なんだ、材料とかが書いてあるんじゃなくって、特徴とかさ、このロボットについての、なんか、記載があるんだね。それではですね、今度は、明太味の方。まずは、頭部を90度回転。回転？ 90 度回転。どっちでもいいのかな？いや、違うな。こっちでいい？じゃあ。これをしまったら、これを回して、こうだ。で、反対側も、しまって、回して、こうかな？したら、頭部を90度前に倒す。前に倒す。で、左右の肩を持ち上げるようにして、両肩を頭の上に、こうか。こうだね。おー、さっきと全然違う。横に、あ、横になるのか。こっちは縦になってなりましたからね。足を後ろに、あ、ここか。ここを90度上げて、で、180度回転して、シャフトを縮める。縮める。ん？ん？ ん？ここがもともと伸びてなきゃいけなかったってことかな。まあ、いや、縮める。で、この位置に、はい。で、反対側も、くるんと回して、こうだね。関節を開いて、内側に曲げて、こうか。で、ここを、パチンと、はめます。こっちも、ここで、パチンと。
おーおーできたうまい棒明太味完成しました。なるほどね、ほらうわ本物っぽい、うん、チーズ味の方が直感的にすぐ変形できましたね。明太の方はちょっと慣れが必要でしたかね。まあ2回目以降はすぐにできるとは思いますね。さあじゃあ最後は合体です。駄菓子に、あこれ駄菓子って合体した時の姿らしいよ。はい、駄菓子に合体してみたいと思います。まずはパーツをばらすんですけど、こっちのチーズ味はまず頭部を取って腕取ります。うん、取れない怖いんだけど、もう一回引っ張りますね。ああ大丈夫かなこれめっちゃ怖いんだけど。買った、おいここじゃない、どうやって取んのこれ買った、取れないんだけど。ほっ、あ取れた、やった取れたよ。ちょっとこれ大丈夫かな、これなんか曲がってね。問題はこっちだよね。おりゃあ取れるかな、あいってー、うんうん、ああ痛い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 、あ取れた取れた、よし戻そう、よっよし、なんとか戻りました。さらに足先を取ります。怖いな、ああ取れた、こう行くのがいいみたい、せーの、あっよっしゃー、こっちはどっちかのこの先、このギザギザの部分をどっちか取ります。そしたら膝の、ここですね、これを取ります。これは簡単にいけそうだね、よし、あはい取れました。これで明太味も準備完了かな。まずこのチーズ味が、メインのね、本体になりますので、これに、さっきこのつま先にあったパーツですね、これを、肩にですねつけます。よいしょ、反対側もはいつけました。そしたらチーズ味の背面の腰、ここにですね顔を下向きにして頭部をくっつけることができます。はい、こんな感じですね。次明太味の方です。腕をしまって、はい、この足をまっすぐ、ね、横にまっすぐにします。そしたら、ひっくり返して、今度はこっちが表面になります。おお、すごい！なんと、明太の裏側に別の合体用の顔があるんだね。こっちを使って、でこの胸パーツに、ここから取ったね、このパーツを、ここにくっつけます。そしたら、この横に伸ばした、この先に、チーズ味の、はい、腕。これをつけます。おっつ。よいしょ。おー。ここら辺かっこいいね。次は足です。足首を、はい、反対側に向けて、はい、この明太味の足を後ろからくっつけます。ほっ。硬っ。よっしゃー。最後に、このチーズ味と明太味をこのように合体すれば、おーでかっ、ちょっと待ってね、バランスを調節して、はい、二体合体駄菓子の完成です。おーでけー、そしてですねバランスがてかもう差はバランスがですね悪い、足の
足が結構ですね、ゆるゆるになって、足の構造がまたね、不安定なんですよね。デザイン的にはね、かなりいいと思うんですけどね。はい。頭部動きますね。で、腰も、今回ね、合体、ボールジョイントで合体してますから、まあ、ちょっとは回ります。はい。で、腕がですね、この付け根が、ちょっとね、接続が甘いのかなんなのか、なんだろうね、すぐ取れちゃうというか、ね、軽く刺さる感じがするんですよね。で、まあ、一応、動かそうと思えば、やっぱ取れますよね。で、足も、まあ、ここはね、チーズ味のままですね。はい。横方向にのみ、動いて、さらにこういうロールもできると。横から、そして、後ろからです。やばい。あんまり、やばい。あんまり触らない方がいいかも、しれないね。ああ不安定だなぁ。お、ああ腕が。なかなか面白いけど、ちょっとですね、稼働で遊ぶって感じにはならないかもしれないですね。ポロリもあるし。まあ、ただね、アイディアとしては非常に面白いですね。こんな感じ、ちょっとね、触るのやめときましょう。はい、というこ、はい、ということで、今回は、超絶合体ダガシンをご紹介いたしました。ちょっと遊びづらい点もあるんですけれども、あのうまい棒がね、ロボットに変形しちゃうっていうね、アイデア、ギミックはすごい面白いと思います。2種類あるっていうのもいいですよね。はい、気になる方はね、Amazon とかでも、見かけましたから、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画の評価、コメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。以上。紹介者でした。バイバイ。